ハートに集め、宇宙が恋する星にクリア。やだ、私もう似合いすぎる。自然すぎてアニメかと思った。ああ、自分が怖い。絶対二次元の住人になれるよ。これは全世界に向けて発信しないと。さすがに引くよな。こんにちは、マオ君。いいとこに来た。なんか言ってやってくれよ。ねえ、どうこれ。さすがにドン引くよな。あ、すごい、コスミックリアルちゃんの衣装だ。しかも初期コスミック界殴り込み編だね。正解。まさかお前まで。いやー、マオ君に無理やり DVD を見せ続けた甲斐があった。人の友達に何してんの。不況やめろよ、そんな勝手に。でも結構面白かったよ。でしょ。もしかしたらチコちゃんはルナティックドリームちゃんの方が似合うんじゃない。本当？あ、マオ君も着る。ごめん、それはいい。ホラリン君の方だよ。ああ、でもいい。おい、どうしてもって言うんだったら俺も DVD 見てやっていいけど。どうしたのよ、いきなり。疎外感、プライドに打ち勝つ。チカ君、ダメ、絶対。斎藤、ファイトガイアニメの DVD なんか見て、チカ君まで新本みたいになったらどうするの。ないない、俺触れる女の子にしか興味ないし。なら、こっちを見ようよ。え、マコちゃん、これ。私は信じてた、AKC が売れるって。でも売れすぎてちょっと寂しい。目が本気すぎてちょっと引きました。はぁ、あ、まさかマコちゃんにあんな趣味があるとは。あの二人って正反対だけど、やっぱり同じところがあるから仲いいんだよな。これと一緒にしないでよ。他人から見たら一緒。異性と同性、見ていて飽きないのは。そりゃ異性でしょ。男の程よくついた筋肉、細い腰、たまらん。ただしイケメンに限る。同性よ。男なんて所詮エロいことしか脳にない猿でしょ。それに比べて女の子はいくらでも可愛くなるし。目指せよ。まあ美少女に限るけど。あ、でも靴壁王センターは私よ。醜い女の争いも見てて最高に楽しい。そりゃ異性だよ。女の子の足とかさ、飽きないよね。それとまあ胸ね、飽きるわけないよね。あー、美人に限り、胸がでかければ多少は。女なんて見てて吐き気がするぜ。それに比べてほとばしる筋肉、胸筋、腹筋、上腕三頭筋、力強い腕、たくましい胸、引き締まった尻、弾ける汗、あのヒゲ面でジョリジョリされたいぜ。とはなんないから安心して。いや、だから冗談だって。ムチムチ系か。チコちゃんだけ若干嬉しそうな件。なんとか誤解は解けました。はぁ、冗談でよかったぜ。一瞬身の危険を感じて。本当だったら今頃お姉ちゃん失神してたよ。私は BL もありだと思う。黙れオタク、人の弟に。オタクじゃないもん。さ、マオ君そろそろ帰るよ。はい、俺アイス買いに行こった。じゃ、マオ君、マオ君。私はね、仮にね、マオ君が本当に同性が好きでも全然気にしないからね。もう全然、全然。うん、でもごめんね、チコちゃん。俺、女の子が好きだから。女の子が好きだからね。うん、大事なことなので2回言いました。